こんにちは、お肉です。まず、ステップアンダーステップの MV1000 万回おめでとうございます昨日私も、あと1000万回が近いっていう時にずっと再生してたんですよ。うもう早くならないかなと思って。どうせならやっぱ、1日以内に1000万回行きたいだろうなって多分メンバーも思っているかなっていうふうに思ったので、頑張って再生してみたんですけど、本当にね、行くことができたし、今何回だろう結構行ってるんじゃないですかもう今の時点で1590回以上。すごい、もうほんと、 本当にすごい。数にとらわれないでやってほしいなっていうふうに思うんですけど、やっぱ本人たちが頑張りたいと思ってることを応援したいなって思ってるので、そこは良かったかなっていうふうに思います。そして、頭痛も完璧に治って元気なお肉になりましたので、今回の w i 2 0についての感想を言っていきたいと思います。まず Q&A ボックスということで、ちょっとね、そんな多くなかったし、全然私が質問したことがはなかったんですけど、いやー、本当に皆さんね、質問がうまい。もうそこに尽きたなっていうふうに思って、まず夕食の話、 可愛かったなっていう風に思ったし、みんなのやっぱテンションがね上がってるのを見るだけでこっちは嬉しいので、もう嬉しいなって感じだったし、チキンとチーズラポッキー多かったなっていう風に思ったし、もうマコマヤリクのねチキン組めっちゃ可愛かった。なんかその愛が伝わりすぎて良かったなって思ったし、 みんなでね、ピザ食べ、食べたいって言ってるミーヒちゃんが可愛すぎて、やばかったなーっていう風に思ったんですけど、その後に魔法のあったじゃないですか。使えるなら何の魔法がいいみたいなやつで、みんなね、ボード可愛くして、可愛く書いてたんですけど、リクちゃんが超面白すぎて、なんか私中心の世界にしたいみたいなのがもう超面白くって、まあ、わかるなって思うこともあるんですよ。なんか、確かに自分のしたいこと全部したいしって思うし、あやかちゃんの時間を自由に操るとか、マコちゃんの未来 未来でこれしたらダメだよとかそういう結構現実的なこと多いなと思ってそういう現実的ななんかことを考えるの分かると思ってやっぱりその時間にも忙しいだろうしリオちゃんのなんか料理をすぐ出してくれるみたいなやつも確かにリオちゃん毎日その帰ってきてから多分料理お手伝いしたりとかやってるだろうからもう忙しいかなって思うのですぐに料理が出てきてほしいとかすごい納得だなっていうふうにも思うしリマちゃんのねそのピッて押したら準備できるみたいなやつも私も。 そのメイクしたりするのに時間かかるから、もうすごい女の子特有のわかるなって思いましたね。で、一番面白いメンバーの、もうマヤリクですよ。私、面白いメンバー好きなのかなってちょっと思いました、これ見て。で、で結構、そのマヤちゃんの面白いっていうのは本当最初意外だったし、私はミスエさんのタッチで結構マヤちゃん気になったんですけど、なんかそういう時からは考えつかないような感じだったし、 なんかその後になんか,かちゃんに振られてたじゃないですかなんか最初はりくだったけどみたいに言われてたのがめっちゃ面白かったしりくちゃんがもはやりくがそれ面白いやみたいなりくちゃんのキャラ本 本当に最高だし、なんかその後の質問でもあるんですけど、なんか多分可愛いって言われたいんですよ、犯人。思ってるよ、私も思ってるし、いつも言ってるんですけど、やっぱね、キャラってあってね、そこって女の子特有の悩みだなって思、思いましたね。なんか例えば、なんか可愛らしいってやっぱ何をしても言われるメンバーもいるし、わ、面白いって言われるメンバーもいるし、そこってね、やっぱリクちゃんもひたすら可愛いってね、言ってほしいんだと思うので、私たち w i z o がたくさん言いましょうっていう感じで。で、ニックネームですね、ニックネームなんですけど、彩香ちゃんが りくちゃんがくーちゃんまこちゃんがまこまこりおちゃんがはなりおでまやちゃんがぷーちゃんみいしちゃんがトッキとっきととっきパンでになちゃんがになやまゆかちゃんがまゆかかまゆそしてりまちゃんがピーぬですね。 この9人超えて呼ばれたいんですけど、呼べるかななんか、あやか姫は呼べそうなんですけど、ちょっとね、まやちゃんがプーちゃんっていうのが一瞬で思い浮かぶかなっていうふうに思ったんですけど、ワンちゃんへの愛も伝ま、伝わったし、リマちゃんめっちゃ面白かったですね。ピーヌ、ピーヌタッチ。 これらしいです。皆さん使いましょう、ピンタッチ。で、無人島も良かったなっていう風に思って、なんかそのゲなんか結構面白い回答その、まゆかちゃんとりまちゃんがゲームで充電器とか持ってくの面白いなっていう風にも思ったんですけど、リオリクマヤのそのテレパシーも面白かったし、私はなんか現実的に生きる前提だからみたいなリクちゃんがめっちゃ面白くって、いや、そうだよねってわかるんですけど、なんかそのリクちゃんのね、ガチさが面白かったし、ミーシちゃんの船あったじゃないですか。 あと、ニナちゃんのヘリコプター、もそこが、もう完全にね、趣旨、その質問の趣旨を無視してる感じが面白いし、確かに、絶対にミンヒちゃんとニナちゃんは無理だろうなって思う。やっぱそのね、甘えん坊だし、絶対ね、一人にできないなっていうのがこっちにも伝わるので、この二人はね、ちょっと、無人島に連れてくのは良くないなっていうふうに思いました。で、なれるとしたらっていうのね、ニナちゃんが多かったんですけど、もうそれもわかる。なんか、私的に英語が喋れるからっていうのが多いかなって思ったら、やっぱみんなにね、甘えたいと、 とか歌がねうまくなりたいとかそういうのが多くってやっぱりみんなねその歌をねあんなこう私も出してみたいって思うしあれを気持ちよく出せるのがいいなっていうふうに思うだろうしなんかまこちゃんの「甘えたい」っていうのもすごい切実っていうかすごい伝わってきてそうだよなと思ってまこちゃん妹なのになんかいつも多分甘えるってより支える側だから甘えたい日もあるよねっていうふうにすごく感じて。 うん、これは納得の回答だったなっていうふうにも思うし、さっきも言ったみたいに、リクちゃんはミイしちゃん選んだんですけど、いつも可愛いって言われてるみたいな <laughs> ところがね、可愛かった。逆にそこのリクちゃん可愛いよってね、言いたくなりますね。めっちゃ可愛かったし。 うん。マジで可愛かった。で、マ、ま、コちゃんの年下のやりたいみたいな言ってたじゃないですか。マ、ま、コちゃんを一番年下みたいに扱うみたいな。それね、見てみたいなっていう風に思いました。で、ニナちゃんが一番年上みたいにして、まとめるのとかも見たいなっていう感じで思いました。で、パッキングね。やばかった。ほんとね、リクちゃんって面白いなっていつも思っちゃう。ほんとにいいキャラしてる。で、 リオちゃんの服可愛かった。帽子も可愛かったですね。なんかめちゃくちゃ似合ってるし、みんながなんかオシャレっていうのがすごいわかるなっていう風に感じました。 で、まゆかちゃんの like this 見てちょっとね、懐かしくなった。あれまだ持っててやっぱね、大事なんだなって思いますね。なんかすごいグッと聞いた瞬間だったなっていうふうに思うし、みんながキューブをそのまとめて、なんかすごい大事に大事に持って帰るところとかも、ファンだからその時のなんか100の気持ちとかはわかんないけど、あやかちゃんの全部集めて帰ることができましたとか、そういう言葉とかも、キューブへの気持ちっていうのが伝わってよかったなっていうふうに思いました。 で、ミーシちゃん、で、ミーちゃんのそのお土産大量に持って帰ってたところが本当にお土産多くってあ、本当に家族大好きなんだな、家族に会いたいんだなって気持ちがもう超伝わってきて、もうあんなにねお土産ばっかりで、もう愛しくなった、超可愛かったし、なんか美獣に早く会いたいって言ってくれたのもめっちゃ めっちゃ嬉しかった。もうそれだけ、もう、超あの時ね、湧きましたね。で、で、まこちゃんとまやちゃんもめっちゃ面白くて、なんかまやちゃんは意外に荷物少ないから、なんならお粥の持ち帰りしてて、で、まこちゃんは意外に荷物多いんだなっていう感じがして、なんかそういうところでところどころなんか、妹っぽさが出るところのまこちゃん私結構好きで、なんかしっかりしてるまこちゃんもいいなって思うんですけど、やっぱりその100しっかりしてるところじゃ、ところだけじゃなくって、そういうふうになんか実はなんか甘えん坊っていうか、実はなんかちょっと 寂しがり屋な一面とかもいいなっていうふうに感じました。 で、リマちゃんとニナちゃんの部屋も面白かったなって思ったんですけど、やっぱ、あと、あの、あれだ、トゥワイスさんのサインも笑ってたし、なんかビーズアクセサリー壊れた時のリマ、リマちゃんのドンバイでースみたいな、結構なんかあっさり言うとこのリマちゃんがなかなか面白いなっていう風にも思ったし、なんかすごい仲いい感じが伝わってきていいなっていう風にも思いましたし、うん、ミーヒちゃんからの手紙もすごい良かったし、うん、なんかミーヒちゃんがほんと可愛かった。なんか愛がすごい伝わって、やっぱりその、あんまり練習生 日本人のの練習生が全然いなかったと思うのでうーんすごい孤独だったっていうかいろいろ大変だったと思うのでそこはねなんかその2人の絆大きかったんだなっていう風に感じました。 で、ビデオレターですよ。ビデオレター良かったですね。私たちのよく知ってる先生からが届いていたりとか、あと、サナちゃんとかウヨンさんとか、ジ y イパークさんとか、ほんとたくさん届いていて、なんかすごいね、なんかみんな可愛くて、ご飯、なんか行きましょうみたいなやつも、なんかすごい喜んでて可愛かったし、ジ <laughs> y イパークさんの時とかも、なんかあの、リマちゃんの涙がすごいグッときて、なんか計り知れないいろんなことがあったんだろうなって思うと、 なんかほんとのびのびとなんか何も心配せずその活動期間を過ごしてほしいなっていうふうに感じましたねでメイキングですよ次回多分メイキングあるんだろうなって思って「ステップアンダーステップ」のレコーディング振り付けあと MV 撮影についてがあるのでもめっちゃ楽しそうだったやばいこれはなんかレコーディングもすごい見たいし J.Y.Park さんがもう直属で見てくれてたのですごいどんなふうなこと言われるんだろうっていうのが楽しみだし振り付けも なんか、ヤちゃんの、やっぱこうやってやるとこ大変なんだなって思って、あそこの失敗してるところも可愛かったので、早く見てみたくなりましたし、あと MV 撮影も結構あの CG 使ってたので、なんかどんな感じで撮ってるのかなとか結構気になっていたし、なんかみんなのことが見れそうだったので、めちゃくちゃ楽しみになりました。もうそんな感じで、もう今回の Wii20 も本当にね、ぎゅって詰まって楽しかったと思うんですけど、もう皆さんも多分 Wii20 見られた方もいると思うし、多分これをまとめたものが明日スッキリで朝そ放送されると思うので、 まだ見てない方はそちらも見てみてみしいなっていいう,うに思いますそしてもうこの可愛さのね感想なんかも聞かせてコメントで聞かせていただけると嬉しいです本日もご視聴ありがとうございましたまた次の動画も見てくださいそれではバイバイさっきなんか私がちょっと体調悪いみたいなコメントをコメントってかことを話した時にまだ微重活動も始まって まだデビューもしてないからこれからもっと忙しくなるんだからみたいなことを言ってくださった方がいたりとか本当なんか優しい言葉をかけてくださる方が多くってなんか考え直したっていうか確かにまだ デビューしてないんだなと思って、これからさらに忙しくなるんだから、私も自分のペースでいいんだなって改めて感じることができたので、なんかすごいね、温かい言葉をたくさんありがとうございますっていうふうにも思いましたし、うん、インスタの方でもいろいろちょっと書いたんですけど、たくさんコメントいただいたりとか、なんかすごいね、皆さんと本当にいろんなところでいろいろ発信するようにしていて、結構リアルタイム系はツイッターは、昨日の例えば番組だったりとか、ツイッターで話してるし、 なんかちょっと思ったこととかをなんか日記みたいに書きたい時はインスタグラムだったりとかその更新したことをあげたりするのもインスタグラムとツイッターで発表したりもしているんですけどなんかそういう。 いろんなところで気持ちを伝えているのでよかったら見てほしいですし、なんかこの YouTube もなんかすごい大切な場所で、ほんとコメント一つ一つで私の気持ちもなんか動、ほんに動くんですよ。すごいありがたいなっていうふうに思うので、もうとにかく感謝しかないですし、これからね20が来週ですね、ついにデビューが来るので、本当に緊張してきたんですけど、デビュー日はね、お祝いしたいなっていうふうに思います